どうもこんにちは、エルザレトと申します。今回はスプラ3に向けたイカたちへの徹底解説シリーズということで、新しく始めるイカたちにスプラ2ベースでお話をしていこうと思います。ということで今回はスプラならではのシステムジャイロの感度についてお話ししたいと思います。スプラ2においてジャイロはエイムだけではなく画面の動きの速さなど自分の感覚に合わせて使うのが難しい機能です。僕も最初の頃はジャイロなしの方がいいんじゃないかと思っていたんですが、ボタンの多さとスピード感に合わせることができずにジャイロなしを断念したんですよね。でもこのジャイロは使い慣れてしまえばとても快適なシステムなので、実際にどうやって感度の設定をしているのか、どうやって上達をしていったのかなどを早速解説していきたいと思います。今回はこのような順番でお話を進めていきます。1. ジャイロシステムとは。 2. ジャイロの感度は高い低い。 3. ジャイロとスティック感度の使い分けは。 4. 自分に合う感度の設定方法は。 5. ジャイロの上達する方法は。今回はジャイロのことから設定までを試し日常などを使った方法をお話ししていきたいと思います。また今回の話はジャイロ上達イコールエイム向上という感じでは考えていませんので、そのあたりを分けてもらうといいかと思います。あくまでジャイロになれるということですね。エイムに関してはまた別の動画でお話ししたいと思います。それでは早速いきましょう。スイッチを触ったことがある人は誰でも知ってる機能かと思いますが、コントローラーに内蔵されているジャイロセンサーによって傾きの角度や速度を検出することにより上下左右の動きが可能となっています。ということはジャイロシステムは体の傾きや動かす速さによって繊細な操作が可能ということです。なんでわざわざ説明をするのかというと、ジャイロセンサーはとても繊細ということを覚えておいてください。姿勢を大きく動かしすぎたらちょっとしたコントロールの動きに反応して敏感に動きまくります。手が震えてるのかと思うくらい場合によっては動きます。それだけ繊細なものなのでとても慣れが必要ということを覚えておきましょう。ジャイロセンサーは繊細と話しましたが、感度設定は高い方と低い方だとどっちがいいと思いますか？実はこれ個人の感覚が大事なのでどっちでもありなんですよね。なんとなく感度が高いといい感じに聞こえますが、実はそうでもないんです。ではスプラで感度の設定によるメリットとデメリットを見ていきましょう。高いメリット、小さな動きで画面を動かせる。180度以上の視点移動などもできる。スペースが少なくて済む。デメリット、ちょっとでも手元が狂うとずれる。微調整が難しい。動体視力が必要。回る椅子の影響を受ける。では続いて低いメリット、微調整がしやすい。コントローラーを宙に浮かせて持ってもブレにくい。動きが遅いので敵が見やすい。デメリット、視点移動が緩いので大きく腕を動かさないと反転がしづらい。腕を大きく動かせるスペースがいる。上記のようにメリットとデメリットが挙げられます。僕自身どっちも割り振った持ち方をしたことがあるのですが、スパッタリーやボールドのような短射程の場合、敵と接敵するので常に高角度を要求されます。そういった武器であれば感度が高い方が調整しやすいように感じます。一方低い場合はブレが起きにくくなりますので、そのため繊細なエイムを求められるチャージャーやスピナーなど中距離以上の武器では低めの方が狙いやすかったりします。ただし個人の腕の動かし方によって感度の適性は大きく変わりますので、絶対自分で試しておきましょう。
ジャイロの感度設定に関してお話ししてきましたが、スティックの感度も重要となります。使い分けとしては、ジャイロ、エイムや角度の微調整、スティック、大まかな周りの確認となります。ざっくり話すとこんな感じに分けられます。基本はジャイロなんですが、どうしてもマップを見渡すときなどスティックで操作した方が見やすいシーンがあります。ジャイロだけでは手首が曲がらないという人体的限界であったり、ジャイロ自体がどんどんずれて画面が右寄りになるシステム的なことが起きるからです。ちなみに、ジャイロとスティックの感度は同じでなくても大丈夫です。自分の設定を見つけましょう。早速感度を設定したいのですが、まずは姿勢を決めてください。あぐらなのか椅子に座るのかなど決めてください。姿勢が決まったら感度はそのままでいいので試し撃ち場に行きましょう。武器はできればスプラッシューターがいいです。できればブレが少ない武器、こう撃った時になるべくまっすぐ行く武器がベストです。準備ができたら今の感度チェックをするために次の手順を行っていきたいと思います。ではまず1、正面のイカバルーンと左側のイカバルーン、これを挟んで90度になるようにまず設定してください。立ち位置はこんな感じですね。はい、こういう状態です。で、この時、正面のイカバルーンにエイムを合わせておいてください。イカちゃんの向きはどこでも大丈夫です。で、リラックスもしておいてください。2、正面、左、正面、左の順にエイムを合わせて的に単発撃ちをしてください。もしここでエイムがずれているようであれば、すでに合っていない可能性があります。何度か行って慣れてきたら一度足元のインクを消してもう一度場所に戻りましょう。戻るときはマイナスボタンを押して塗りリセットを押すといいです。はい、戻ってきました。ではここからが本番です。足元のインクを消したんですが、これにはちゃんと理由があります。では3番、正面のイカバルーンにエイムを合わせましょう。で、この状態です。この状態で目を閉じてください。で、なるべく姿勢は変えず、そのままです。で、この状態で正面、ポンと打ちます。で、4番です。この状態で単発打ちをしていきます。正面、左、正面、左、正面、左。で、3回ぐらいしたら、目を開けてください。ここでインクが当たっている方はエイムが合っている可能性がありますので、なるべく何度も試していきましょう。7割くらい当たるといいです。ここで外れていた場合ですが、イカバルーンとインクの位置で感度の調整具合がわかります。例えば左のイカバルーンを見たときに、内側、正面より内側にあった場合は感度を上げていきましょう。単純に感度が足りないという状況です。では、イカバルーン、左のイカバルーンより外側にあった場合なんですが、この場合は感度が高すぎるとなりますので、感度を下げましょう。で、感度を下げるときは、武器チェンジ、プラスボタンですね。で、X ボタンのカメラオプションっていうのが開けます。で、この時にプレイしてるスタイルによりますが、テレビであったりとか、プロコンにつないでる場合は、上のテレビ、テーブルモードで設定を置いています。スイッチ自体を持っている方は、携帯モードになりますので、下の携帯モードをいじりましょう。では、早速設定してみましょう。今回はジャイロ操作のみなので、ジャイロ感度のところに標準を合わせてください。で、イカバルーンより内側だった方は、感度を上げます。逆にイカバルーンより外側だった方は感度を下げます。この時 0.5 ずつ刻んでいくのがいいと思います。意外とこの 0.5 っていうのが大事だったりしますのでね。で、これが設定が終わったら戻ります。戻ってまたマイナスボタン、塗りリセット、そして同じように
ていきます。感度を調整したら再度1から4の点順を行っていきます。できれば4の項目を複数回安定して当てれるかを確認してください。これによりまずジャイロの設定が完了となります。続いてはスティックの調整です。ジャイロの応用になります。立ち位置は同じ場所に立ち、右スティックを正面から左に倒してレティクルがぴったりピカバルーンに合わせるようにしてください。この時ゆっくりではなく激しく倒して合わさるかどうかというのを見ておいてください。より実戦に合わせるためです。ここを調整する際はジャイロと同じように内側なら感度を上げて外側なら感度を下げましょう。これでスティックの感度調整は終わりです。なぜスティックも感覚を合わせるのかというと、スティックを使っている状態というのは何かしら余裕があるときです。そのためスティック操作で大まかに敵を真ん中に捉えることができれば、それだけジャイロの微調整が楽にできるということです。厳密には手を動かす角度が小さくて済みます。スプラはマップが狭いこともあり、連続での対面も想定されるので、腕の角度というのは非常に大事になります。そういった意味でもスティックで操作をしっかりできるのは非常にとても重要だと言えます。もちろん画面の修正でも活用します。ちなみにですが、感度を一度決めたら最低1週間は使ってみましょう。慣れないうちにコロコロ変えると操作がおかしくなっていきます。買いすぎは厳禁です。ジャイロの上達する方法に関しては正直時間短縮はありません。僕自身オール X までは必ずエイム練習などをしていました。理由としては毎日の体調によってちょっとした微調整が必要だからです。ただし腕前が上がるごとに15分永遠にしていたかというとそういうわけではなく、 2,3 分ほど触るといった感覚調整です。最初の頃はエイム練習をして損はなかったので地道に積み重ねているようにしていきましょう。ちなみに始めたばかりのイカちゃんは次の順番でプレイすることをおすすめします。実際に僕がしていたことです。1、試し打ち場。2、ヒーローモード。3、サーモナー。4、縄張りバトル。5、ガチマッチ。1はもちろん試し打ち場ですが、これはまず操作に慣れるという前提で入れてます。いつまでも上達しても入れてもいいものだと思います。2のヒーローモードは単純にキャラコンと CPU 相手にしっかり当てれるかという練習です。ステージによってはタコゾネスも相手ができますので、タコゾネスの相手をするのもありです。3のサーモンランも同じですが、状況を把握をしながら優先的に敵を狙ったり、繊細なエイムが必要なボスを的確に狙える練習になります。ダメージを受けながら緊張感の中でちょっとのミスで終わりますからね。4と5の縄張りとガチマはあえて後半にします。理由は経験者が多いというのがあるためです。1から3に慣れていてもどうしても格上の相手とマッチングした時に当てることすらできないということが出てくるからです。その中で練習を重ねても練習にならない可能性があるからです。ですがいずれは通らないといけない道なので、1日1回以上は縄張りをするといいかと思います。生きている敵ほどいい的はいないですからね。2と3はあえてしなくても大丈夫です。ということで、今回はジャイロについて初心者解説シリーズでした。ジャイロはスプラ特有の操作になりますが、嫌でも慣れないといけないものです。もちろんジャイロなしでも可能ですが、どちらも繊細な操作を要求されますし、ボタン配置がジャイロありきになっていますので、ジャイロになれるのは大事だと思います。今後はスプラの塗り武器や切る武器の見分け方やメンタルの維持、実践の大事さなどの内容にも触れていくので、気になる方はチャンネル登録をお願いします。その他にもリクエストなどありましたらコメントいただけると参考になります。
それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。Thank you.